グレゴリー・ウォルコットは、アメリカ合衆国の俳優である。エドワード・ディー・ウッド・ジュニアが1959年に制作した SF 失敗作、プラン Q ・フロム・アウター・スペースに主演したことで、最もよく知られている。バーナード・マトックスを本名とするウォルコットは、1928年1月13日、ノースカロライナ州のワエンデルに生まれ、同州のウィルソンで育った。 アメリカ陸軍に所属した後に映画愛欲と戦場に強連教,教官として出演し、そして1955年に戦争を主題とした名作ミスター・ Mr. ロバーツでは憲兵役でヘンリー・ホンダと共演の後ミッドウェーにも登場した。ウォルコットは多数のテレビシリーズに登場しており、その多くは西部劇のボナンザ、マーベリック、滅ばしゃ隊、 アリゾナ警備隊26人の男、ララミー牧場、ライフルマンなどで、ローハイドでのいくつかのエピソードへの出演により、クリント・イーストウッドとの長きにわたる共演が始まった。ウォルコットは、イーストウッドの映画、サンダーボルト、アイガー・サンクション、シノーラ、および、ダーティファイターで役柄を得ている。また、1961年から翌年まで、 NBC のテレビシリーズ87文書シリーズにロジャー・ハビランド三級刑事として出演していた。ウォルコットはダラスやジェシカ・おばさんの事件簿を含む多くの人気テレビシリーズにゲスト出演を繰り返す。その他の映画での仕事はダニー・ケイとのコメディダニー・ケイの替え玉作戦やリー・マービン主演の暴力ドラマブラックエース。 また24歳のスティーブン・スピルバーグが監督した追跡劇、続、激突、カージャックが挙げられる。ウォルコットは主演のサリー・フィールドがオスカー像を獲得した1979年の映画ノーマレーで保安官役を演じた。また彼はティム・バートン監督、ジョニー・デップ主演の1994年の電気映画エドウッドでカメオ出演に快く応じている。 ウォルコットは、プラン9への出演を長い間公開していたが、2000年9月10日の、ロサンゼルスタイムズのインタビューに何かで覚えられている方が何もないよりずっとマシだと思わないかいと答えている。2015年3月20日、老衰により、自宅で死去。87歳ボーツ。ありがとうございます。